桃が好き、桃が好き。もうちゃんロス。シティラボ、あ、そう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 、私の絵かわいい。ちゃんと分かりし、うん、昨日のね帰りにパンダ描いた。歩く歩くじゃん、あれはブンブン振りますよ、あの足は。パネル通せ、お、ありがとう。体調大丈夫。朝はね結構ね、なんかその移動とかが最近多かったから、そうで結構その睡眠がねちょっとあんまり取れてなかったので、朝はねちょっとダラーンってなってたんですけど、今日はお昼からレッスンがあったのでそこからは頑張りました。全然風切れない船、そんなことない、威力強い。あれ幼稚園生の描いたパンダとか言わんのよ。幼稚園生より上手いから絶対小学生よりは下手かもしれんけど、私が幼稚園の時の絵は下手だったよ。幼稚園さ、なめさ、もうなめてるじゃん、だってじゃあもうのことも。こんばんは。昨日ありがとう、こちらこそありがとう。前髪広めいい？やったね。嬉しい。お、トップ。エイルさん、そう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 。ある乗る。写真撮ってもらったけね、またお楽しみに。宣伝するね、またもが好き、ももが好き。もかわいい、ありがとう。もが好き。確かにタンポポ衣装の、タンポポ衣装のさ、あれ上着何もやったことないかも。ビートビートで撮る、あんまかも。なんか合ってるかな、このやつ。ちょっと間違えてたらごめん。再販通過したから収穫じゃん、ありがとう。もの収穫もお願いします。ありがとう。そうね、土日はマスクなしだったからよかったね。
昨日座ってたったけど無謀のサインクリアファイル、おお、そうそうそう、持ってきてくれとったね、ありがとう。グループでお話し会は本当リリーベと似てる、順番に喋っていく感じだったよ。パネル買ったよ、ありがとう、フレピーチそういえば今日なんかまだ今日は10時以降できないって私マネージャーさんから言われてるから、多分今日10時までかなにします。ちょっとダンスも覚えなきゃいけないので今から。昔の握手より時間長く、あ、確かに確かに、急に花粉症になって、花粉症になってしんどいです。花粉ももはまだ大丈夫ですね、でもちょっと目痒くなってきてるから、もしかしたらわかんない、いつから、なんか本当は今日とかぐらいからできるんだけど、なんか今日連絡が来てなんかできませんって言われて、分かんなくて、よく分かんないね。そう、なんかいいって言われてたけどなんかまだできない、なんか昨日あれかな、そう、なんか分かんないんですよね。でも今日はまだちょっとね、もう多分夜配信をするときはリビングでやろうと思ってて、それが多分隣の人に迷惑がかかっちゃうんですね、声がうるさくて、で多分横の人も声が聞こえてきたらうるさいと思うので、ちょっと今日は10時にしますね、どっちかわかんないけど。でもダメ、本当にね、できないよって言われたんだよね。STU ハマりました、ありがとう、ありがとう、また来てね。壁薄い、横の人の声聞こえるから、私のこの声もうるさいかもしれない。赤ちゃんの声はね、多分横の人変わったからだよ。解禁チンチン12時まではねできないかも、もう休みが永遠になくてわかんない、またできそうだったら、体調を考えてできそうだったらやります。会見は告知あり、うーん、どうなんだろうどうなのかな、こんばんは。忙しくて俺もありがとう今はもうほんと6周年の練習みたいな感じで、一日中多分ずっとあると思うからごめんね、配信はちょっと遅くなっちゃう、この時間帯とかなってしまうかもしれない。そう、もうすぐ休みが永遠ないときがいやでも1日ぐらいはあるかも、ごめん、あるかもしれない、もしかしたら。でもなんか基本多分ねほぼほぼ
6周年まではない、ほぼ1日あるか2日ぐらいあるかぐらいかな。でも自分ちょっとね、どうしてもね親知らずを抜きたくて、その時間は取ってもらったよ。ちょっとそれは多分レッスンとかと被っちゃっても親知らずを優先させてもらうんだけど、そう、そうそう、そういう日はあるかも。うん、1本しか抜かん、上の。コンサート前やけど、あれよ、もうほぼ上の思うし、うん、コンサートはもうまだまだ大丈夫なので、晴れた顔では出ません。だってみんな、私だって撮ってもらうから、あの写真も晴れた状態で撮られたくない。今痛みっていうかね、なんか当たっちゃって、このここなんて言うんだろうね、このほっぺの裏側なんていうかわかんないけどね、当たって口内炎とかができちゃうんですよ。それがちょっと痛くて、とたまにここ噛んじゃうので、この内側にって、なんかご飯を食べてたら、それがちょっとね、ご飯を食べづらくさせられてるんですよ、親知らずちゃんに。だからあと口内できた時めちゃくちゃ痛いので、多分腫れないので大丈夫だと思う。そう、ほっぺの裏側ってなんて言うんかな、本当に親知らずって痛いよね、わかる。腫れたもんかさ、嫌だな。腫れてたら修正腫れてたら修正してくれますか、じゃあ6周年で亀子さんあのほっぺの方ちょっとピッピッってこうへこませてもろて、でも下じゃないから大丈夫だけど、絶対アイドルやっているどこかでは、アイドルやってるうちのどこかでは、あの絶対に下も抜きたいって私思うと思うんですよ。ちょっと下の矯正もしたくて、歯の、だから下のね親知らず抜きたいんですよ。だからそれをそのした時はめっちゃ腫れると思うから、その時は刺してください。上は多分大丈夫だから腫れんと思う、多分ね。もう万が一のことがなければ、その私がアイドルやってるどこかのうちにはね腫れてると思うので、そう、アンパンマンになってると思います。リスみたいになってるかもね。なんなら腫れてるときはネタにして笑ってください。それでも可愛いはず。昨日なんかする、ん、昨日公演は毎月1回か、あ
じゃあ公園で腹立ったら腹立ったらもうもうもうどういう表情したらいいか分からんもんなんか決めポーズ決めた顔しててもなんか決まってない気がする。ほっぺ腫れてたらなんか何してもそうフフ意外とでもなんかやりたいけど親知らずの言ってハートで可愛いよね。うちのお姉ちゃん超可愛かったんですよねうちのお姉ちゃん親知らず抜いた時超可愛かったマジで。なんかあのキャラクターみたいな、なんかあの可愛いキャラクター感が出て超可愛かった。なんかね写真を見返してたんですよ。めっちゃ前なんですけど、私が多分もう中学の何年生だ1年か2年かぐらいの時に。時に写真を見返してなんかお姉ちゃんもほっぺ腫れてるって思ったら親知らず抜いた時の写真やってなんか可愛かった。すごいめっちゃ可愛かった。めでたくなる感じそうだ、じゃあももそうなるかもしれん、分からんけど、その時配信でも隠されて、あ隠されてたんだそうなんだ、超可愛かったよ。めでたくなる子うわーってそう、もう丸顔なんでね、より丸顔なると思う。じゃあ12、あそっか、壇上読んどこか、読んで12時までできるか試してバイバイってしようかな基本めっちゃ遅い日とか以外は早くなるかもしれないけど、いつも通りの時間とかで、うふふ、私夜遅い日もあるかもしれない。チャレンジももちゃんしようか。でも本当にマネージャーさんには今日できませんってほんまに言われて、あできないんだって思ったよね。でもさっきそのツイッターでなんかあのアリスさんのツイートをさっき見て22時以降も配信するって書いとったけん、あれできるんかなと思って、どうなんやろうっていうチャレンジ、もしかしたらできるようになったのかもしれん。マネージャーさんこうどうなんだろうね、本当に分かんないです。なんか本当に未知の世界。12時までもうね、今日はチャレンジだけです、ごめんなさい。ちょっとダンスを覚えなくちゃいけなくてやったことないやつ、今からちょっと今日ももかさん徹夜になっちゃいそうなので、ごめんね。またあの時間あるときに夜も。とっても頑張る日、そう。とっても頑張る日。まだ日がある。そうだよ。明日までに覚えなきゃいけないやつが結構何個もあって、やったことないのもあって、あそれを覚えようって思ってて。あ読もう。そうだね、万が一切れちゃった時のさ場合も考えて先読んでおこう。13位のまっこいさん、ありがとう。マスクなしももちゃんと話せて幸せでした。ありがとう、またいっぱい会いに来てくれてありがとうね、ループして。あ変わってる。13位の三日月さんありがとう。12位の恋してカップさんありがとう。11位のまさかずさんありがとう。12位のゼタさんありがとう。レッスンお疲れ様、自信の方が、いやいや噛んでた、自信のファイト頑張る、ありがとう。9位のマックイさんありがとう。8位のマピアノピさんありがとう。
レッスンファイト6周年楽しみにしてる、頑張るね、ありがとう。6位のカノルギさんありがとう。5位の高山さんありがとう。4位の桃花しか愛せない巻き感情、世界で一番桃花が大大大好き、ありがとう。3位のマサタッカさんありがとう。2位のりっくんさんありがとう。1位のケスティンさんありがとう。昨日はあわあわしすぎてごめん、もうが一番ありがとう。全然大丈夫よ。カッコユウさんファイトありがとう。りくんさんバラありがとう。しいたけさんおしゃありがとう。マスサカさんおしゃありがとう。まぼろしさんうせありがとう。ぜたんさん花束ありがとう。ケスティンさんハタありがとう。ナペナペさんハタありがとう。ドラガンさんライフありがとう。あと1分どうなんだろう。でもほんまにね、今日はまだできませんのでみたいな、でもツイッターはいいですみたいな。あ、そう、ツイッター12時までできるようになったんよ。そうそうなんよ。親桃かな。今日から12時までできるので、バーイバーイバーイ。どうかな。どうかな。チャレンジチャレンジ。そう、切れるかな、できるんかな。一応バイバイ、一応バイバイだね。超えた、切れなくない。あ、切れてないじゃん。あ、で、え、切れてる。あ、切れてない、超えたじゃん。超えたじゃん、マネージャーさん、ちょっと超えたやん。大人です。多分でも本当はできまだなんか確認中が多分間に合ったんやと思うよ。22時超えました、初。めっちゃすっぴんでなんかやってるけど。じゃあスクショタイムして今日は終わりたいと思います。ごめんね。あ、大人大人。十字マーク、こっちこっち。やばい、すっぴんやだ。やだー。え、これ右が1だよ、これ。逆、こちら左が1にした。みんなからしたら逆に写っとる。ん、大人ママもよろしくお願いします。ビアードの水も入ってない、入ってない。ありがとう。これからも時間の幅が、お仕事の幅がすごい増えてくる、増えるので、あの、いろいろ活躍できるようなに大人になれるように。まだ大人ではないので大人になれるように頑張ります。ではありがとう、バイバイ、またね、おやすみ、バイバーイ。